ハロー YouTube! イエス！時間の鬼まむしこと沢重美です。今日は皆さんとこれをシェアしていきたい。皆さん、今どんなゲームで戦っていますか？どんなビジネスで戦っていますか？成果が欲しいですよね。私も成果が欲しいんです。高い成果が欲しい。人よりもいい成果が欲しい。実はこの成果はこの正規分布に従って手に入れられることが分かっています。これはですね、ドイツのカール・フリードリッヒ・ガウス先生が発見した分布ということで、ガウス分布とも呼ばれてますが、こんな式をしてますね。成果は、成果 X を手に入れた人数、これの関係が記載されてます。でもですね、これ難しいんで消しちゃいましょうね。はい。正規分布をですね、書くと、このようになって、縦軸が、その人数で、横軸が成果。成果こっちが高くて、こっちが低いみたいなね。で、その平均値を、ミュートすると。変数は2つしかなくてですね、この平均値が何だっていうミュートですね、ここの分散、シグマ、シグマ事情だったら分散とか言いますけど、シグマ標準偏差って言ったりします。つまり、分散が大きいと、こんなですね、やつになって、分散がちっちゃいと、こんな、になったりしますね。つまり分散が小さいということは、ほとんどの多くの人が平均のところにいます。分散が大きいねなんていうと、こう当たり外れが大きいねなんて、そんな意味にも使われますが、例えばですね、これどんなゲームをやってますかってことなんです。どんなゲーム、つまり、例えばこれ平均値がここにありますけど、損益がゼロがこの辺になるようなゼロ、要はパチンコを何十回もやって、最終的にプラスの日もあるし、マイナスの日もあって、プラマイゼロだねっていう人は、ここ損益がゼロのとこにいます。ゼロがこんなようなゲームだとすると、ここにいる人はですね、ゼロの人はこう何人かいるわけですね。でここにいるような人っていうのは、めちゃくちゃ勝ってる。ここにいる人は大体負けてるみたいなね。こっちがマイナスで、こっちがプラスで、こういう正規分布だとするとですね、多くの人はこの辺にいっぱいいて、例えば10万円私は平均で負けてますとかですね、います。で、つまり、パチンコっていうのは、基本的に、多くの人が負けるゲームだってことなんですね。そういうこと言うと、何言ってんだ、僕はね、ずっとパチンコは勝って平均プラマイ何百万も稼いでるんですよっていう方がいらっしゃいますけど、その人はですね、パチプロというか、かなり勝ってる人で、おそらくこの辺にいてですね、プラスでいくらか勝ってると。でも多くの人はマイナスなわけですね。私は平均で10万円負けて、やめたんですけれども、そういうことです。じゃあ例えば宝くじはどういうゲームかというと、ここに、ゼロがあるようなゲームなんですね。つまり、100人いて、1人くらいは勝ったことがある、本当に100人に1人も勝ってないですけれども、でも残りの 99% の人は、多く、ほとんど負けてるような、そういうゲームになります。一番わかりやすいのは、ギャンブルでいう判長博打ですね。つまり奇数が出たら、判だか長だかで、奇数か偶数かサイコロの目を見てやると、自分がかけた方になれば勝てるし、つまり半々で勝つようなゲームですね。そういうのはこの半分の確率で勝てますね。ここなのかと思いきや、親の総取りの胴元のピンゾロの11が出た時はですね、その場の親が持ってきますんで、やっぱりゼロはちょっとこっちにあるわけですよね。無限回やっていくと、その、ピンゾロの1が出た分だけ、親が持っていくんで、負けてしまうと、つまり確率的には五分五分じゃなくて、必ず負けますよ、無限回やれば負けるゲームですよっていうことになってます。つまり、この平均値ミューがですね、よりこっち側にゼロがあるようなゲーム、基本的にはこれギャンブルっていうふうに言われてますけども、こっち側にこのゼロがあるようなんですね、ゲームをしなければいいと。で、こっち側にゼロがあるようなゲームをすればいいと。つまり、ざっくり言えばですね、右側に行くほど、努力をしている人、つまりさっきのパチンコの例で言うと、この辺の人はすごい多くの人の平均値ここですからね、ここよりもこんだけ努力してます、こんだけしか努力してない人は負けてしまいますと、こんなに努力してる人は勝つことができますと。でももちろん平均よりも努力してない人っていうのは、基本的に負けますと、そういったことになってます。で、つまりですね、こっち側にゼロがあるってことは、
まあ他人が決めたルール、まあギャンブルっていうのは全部そうですね。ギャンブルっていうのは他人が決めたルールでやってますし、じゃあこっち側は何なのかっていうと、まあ自分で決めたルールなわけですね。自分、こっち他人が決めたルール。まあ基本的にこっちが右側にゼロ、このゼロのことですね、赤字ラインって言いましょう。この赤字ラインがですね、こっち側にあればレッドオーシャンで、左側ならブルーオーシャンということで、まあこの赤字ラインがですね、左側にあるゲームをすれば、努力せずとも勝てるってことなんですね。例えばここにゼロがあるようなゲームをやれば、この人たち、まあ勝ってますよね。この人たちは、まあ、普通にやってる人より努力してないのに勝ってる。努力してないのに勝てるゲーム。もちろんめちゃくちゃ努力したこの人は、ここがまあ平均のゼロですから、めちゃくちゃ勝ってますよね。こういうゲームをすれば、まあこれレッドオーシャンかブルーオーシャンかってことなんですけれども、まあ、もっと言えば、まあ売ってる人が少ないのに買う人が多くいるゲーム。こっちは買う人が少ないのに売ってる人が多いゲームなんていうことも言うことができます。つまりこの正義分布のどこにゼロがあるのか、分散はどうなのかって、これを考えるだけでですね、どういうゲームなの、どういうゲームで戦ってるのか、自分が努力しなくても勝てるのか、努力しなければ勝てないのかっていうことが分かります。いかがでしたでしょうか。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。